トマス・ヘイワード・ジュニアは、アメリカ合衆国サウスカロライナの代表として、アメリカ独立宣言と連合規約に署名したものの一人で、ある。ヘイワードは、サウスカロライナのセントルークス郡で生まれ、家庭で教育を受けた後、イングランドに行って、法律を勉強し、ミドルテンプルの栄誉協会会員となった。1775年には、大陸会議代表に選ばれ、 1778年にサウスカロライナに戻って判事を務めた。民兵隊を指揮している時にチャールストンの包囲戦でイギリス軍の捕虜になった。戦後も判事を続け1798年に判事を辞した。トマス・ヘイワードの子孫には詩人、小説家及び戯曲家のデュボーズ・ヘイワードがおり、ナンブルネッサンスに大きな影響を与え、 1925年と1927年の戯曲ポーギーで最もよく知られており、これをもとにして1935年のジョージ・ガーシュウィンによるオペラポーギーとベスの台本となった。二代後の老いには南軍の将軍ジェームズ・ヘイワード・トラピアがおり、大陸会議のサウスカロライナ代表ダニエル・フーガーの一代離れた二重警定。 またやはり大陸会議のサウスカロライナ代表ポール、トラピアの孫であった。ジェームズ・ヘイワード・トラピアの妻は次の者の一代、離れた、二人とであった。ありがとうございます。